作どこ。蜀が妖者に襲われ滅びてから宝山城の頭の中は、あの時から関作の行方は全くわからない。過去にも現在にも最愛の人の情報は存ひょっとしたらもう。不安を押し殺して探し続ける宝山城、そこにネネから待望の情報。喜び勇んで過去に向かう宝山城にネネと大凶も続いた。そしてさらにその待ってて観察、今助けに行くから。孫作様と離れ離れになっていたら、そう考えると一言じゃありません。私もお手伝い。みんな頑張ってて偉いね。なんだか猛烈に応援したくなっ。よっしゃ、うちも頑張るで。え、あなたと一緒で嬉しいです。平の清盛の陣地みたいだね。妖術で操られた人がたくさん集まってるの。とにかく砦を一つずつ回って探してみようか。騒がしいな。見回りを増やしておくか。
ここが観察殿らしき方を発見しました。将兵らの士気も高まりましょう。目の覚める戦ぶり、お見事。するかよ。清盛のおっさんに怒られちまう。何か騒がしいな。龍馬に襲われている人がいるなら助ければ。おいおい、人の庭で何やってくれてんだ。覚悟はできてんだろうな。はあ、何逆切れ。あんたらが観察を隠してんのが悪いんじゃん。せえ、答えるのみ。まいらねえ。なんなんだこりゃ。やってられるか。その手伝ってくれてありがとう。みんなのおかげで観察に会えたから。うん、よかったね。よかったですね。うち役に立ったやろ。神武敵なし。花のように可憐
なた方の手を煩わせてしまう。こら、お世辞言ったってダメだからね。え、ええ、散々心配をかけた罰。これからはずっと二人で一緒にいること。それはもちろんです。彼女は関作。